どうも、ノーリチテリアリオの飼い主、ここでございます。今日はですね、あるものを購入させていただきました。いやー、値段としてはかなり高かったんですので、決断力というのが試されましたね。それでは今回購入したあるものとはこちらです。ペット用のバギーになります。いやー、値段としてはなんと6万9000円になります。いやー、決してお安くはないですよね。しかしですね、まあリオのことを考えれば全然安いんじゃないかなというふうに僕は思っております。でですね、前回の動画でしれっとこのように出てはいるんですけども、とても使いやすく、とても良かったです。しかし、なぜ購入したのかという疑問も持つと思うので、ちょっと紹介していきますね。なぜ購入したかというところなんですけども、お祭りに行く際にですね、リオを歩かせてもまあいいと思ったんですが、リオはやはり平塚まんじということで、思ったんですけども、やはりですね、小型犬ですので、他の人に蹴られてしまうという心配がありました。そういった心配を解消するためにこちらのバギーを購入させていただきました。購入させていただいたのがエアーバギーというバギーです。こちら最大の特徴は車輪部分にあります。車輪を見ていただくと分かるように、空気を入れるタイプのタイヤになっております。ですので揺れを感じづらく、ワンちゃんへの負担も少ないといった感じになっております。そして三輪というところでかなり小回りが効く構造になっております。ブレーキもついていてとても安心です。下にはカゴもついていますので荷物を入れることもできます。またこのようにコンパクトにして車に詰め込むこともできます。また購入した理由といたしまして、長時間リオを持っているというのは私たちにとってもストレスでした。そしてリオにとってもやはりストレスとなっておりました。ですので、このバギーに乗せることで、お互いにストレスがなく移動ができるというところが利点になっており、購入させていただきました。このように、上のカバーを外せば、リオが外の様子を伺うこともできます。最後までご視聴ありがとうございました。いやー、このバギーのおかげで2人ともとても快適でした。またリオとしてもこのバギーのおかげでかなり楽しめたのではないかなというふうに私は思っております。もしこの動画が面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。